ガンズバック。両軍が決裂するどころか、オビス侵攻が早まるとはな。オベロン様が槍を手にエランと対峙した時には、ついにこの時が来たかと思ったが。ああ、だが、オベロン様に殺気はなかった。ジェーダンへの忠誠を奴らに伝えるための荒領事だったとも思える。そんなところだろう。ランダル城のアライア様のことは心配なくなったが、このままではルティアル様が。頼みの綱はガーブル。だが、奴がオイス城から出てきたとの報告は未だない。もしもガーブルがルティエル様の説得に失敗したとしたら、我らがランダルよりも早くオイス城へ乗り込み、ルティアル姫を説得する。それしかあるまい。ジェーダン。そういえば、しばらくジェーダンの姿を見ていなかったな。前線を我らに任せ、後方で休んでいたのだろう。だが、そのジェーダンが動いた。戦国の騒ぎの報告を受けたか、それとも。やっと追いついたぜ、ジェーダン様。様はやめろって。ところで、宣告はすまなかったな。宣告とは？エランが無礼を働いたとの報告をラルドーから受けた。彼らに信頼されぬ我らにも少なからず非があったのでしょう。なあ、オベロン。俺はお前に、そしてハインドラを見くびったことなどない。ただの一度もだ。今は二つに分かれているが、ランダルとハインドラが一つの国になれればいいと思ってる。それをオジカが竜を喰らうなどと揶揄する者もいると聞く。だが、こいつはそんなちっぽけな問題じゃない。この大陸を一つにせねば、俺たちの時代はやってこない。ギルガメッシュの企て、それにザ・フォールの連中、奴らの好きにはさせないぜ、絶対に。それを両軍の全ての兵士たちに伝えてるつもりなんだがな。アインドラの兵士たちにはまだ警戒感が残ってるのか、曲解されることが多いようだな。しっかりと伝わっています。少なくとも私には。ああ、どうした？申し上げます、イオニス勢がオイス城に到着。へえ、モントのやつめ、なかなか動きが早いな。リオニス王のことをご存知なのですか？知ってるぜ、ちょっと前まで一緒に戦ってたしな。一緒に戦っていた？どういう意味でしょうか？リオニスとホルンの連合軍に混じってウェズエットを滅ぼしてやった。ジェーダン様、ランダル城においでだったのでは？疲れてるからってアライアに冷たくされてな。それでウェゼットに向かった。なぜ敵国に？気持ちのいい男だったぜ、リオニスの王モントは。勇敢で部下思い、指輪の扱いにも長けている。そこまでモントのことを。相手にとって不足なし。楽しみだぜ、あいつとやり合うのが。ジェーダン様。んじゃ、行軍再開だ。
オイス城を一気に攻め落とす。ガブルがオイス城を後にし、東へと逃亡中にございます。ガーブル、なぜガーブルの動きなど報告するのだ。今我らはオイスと、誰に命じられた。ガンズバック様より。ガンズバック、ここに。手荒な真似はよさ。なぜガーブルを見張らせた。答えよ。実は、ルティアルの指輪を持ち出すようガーブルに頼んだ。だと。はい、出過ぎた真似をいたしました。出過ぎた真似だと、このバカ者が。申し訳ございません。ダメだオベロン。ああ、ジェーダン様は確かに私をお試しになっていた。だがそれも我々では決して及ばぬ真理遠謀ゆえのご命令。貴様はジェーダン様の緻密な戦略を台無しにしたのだぞ。それ以上はならんぞ。ジェーダン様、そこをおどきください。そこまで分かってるならお前が結果を出せ。私が。そうだ、劇場に任せて配下の者を切り捨てたところで一体何になる。立てた策通りにことが運ぶことなどない。それは分かってるだろう。大切なのは臨機応変に対処できるかどうか。目的を達せられればそれでいいじゃねえか。だろう。もったいなきお言葉。選ばせてやる。選ぶと。ガーブルを追うか、それともこのままオイスへ攻め入るか。俺たちランダルは、お前たちハインドラとは逆を行く。どうだ。ハインドラの総力を上げてガーブルを追いたいと考えます。なぜそれを選んだ。先刻より戦場で指輪により召喚されたビジョンを一切見かけることがありません。それはルティアルがガーブルと共にオイス城を抜け出した証跡かと。冴えてるなオベロン。俺も同じことを考えていた。あのルティアルがガーブルごときに指輪を託すはずなどない。だが許嫁を切れるか。ご命令とあらば。よかろう。とはいえ指輪を手にしたルティアルは決して甘くないぜ。ガーブルもなかなかの手だれだしね。もしも指輪が持ち出されていたならば迷わず俺を呼べ。いいな。これよりオベロン率いるハインドラ軍はオイス城を脱したガーブルを追う。ランダル軍はこのままオイス城へと攻め込む。行くぞ。大丈夫。
ああフッ , 笑ってるのか。オベロン様のあの一撃、ますます磨きがかかっていた。それを思い出すと痛みよりも喜びで体が震える。オベロン様は間もなく覚醒なさるのだろう。覚醒？代々ハインドラ家に受け継がれし竜の血脈、その誇り高き血筋にお目覚めになれば。ジェイダンと決別すると？いや、それは分からぬ。分からぬが、我らはそのわずかな希望にすがるしかない。気になることがもう一つ。なんだ？ムーアが戻らぬ。そうだな。それだけじゃない。使わせた忍びも。まさか忍びがムーアに同盟維持を伝えられなかった？そうだとしても、ムーアはライア姫をハインドラ城へとお連れするだけだが、しかしアライア様がそれ以上のことをお望みになったとしたら。それ以上のことって？こたびの三神の儀をアライア様は心底嫌がっておられた。まさかジェーダンのおらぬランダル城を。どうにかしてランダル城の様子を知る術はないか。忍びでは当てにならん。私が？いや、お主がここで姿を消すのはまずい。ネア、ここに膝をつくのはやめよ。私はお主の主ではない。ですが。かけがえのない友人、そうだろう？はい。まずはハインドラ城へ行き、アライア姫がお戻りか調べてほしい。もしもハインドラ城においでにならなかった場合は。ランダル城へ。そうだ、我らの第一の目的はアライア様のご無事を確認すること。もしも窮地にあれば。お助けします。どんな手を使っても。だが、危険なことだけはなるべくしないでくれ。お主に何かあれば私が悲しむ。はい。急いでくれ。では我らも先を急ごう。一刻も早くガーブルに追いつき、ルティアル姫の所在を確認せねばならん。あ、そうだな。ここらで休息を取ろう。オベロン様、我らでしたらまだ問題なく。その通りです。一刻も早くガーブルを捕らえて。我らはか弱いノウサギを狩りに行くのではない。向こうに指輪があれば壮絶な戦となるだろう。今は少しでも体を休め、来たるべき時に備えるのだ。よいな。はっ。オーベロン様、一体どちらへ？しばらく一人にさせてくれ。ルティアル、一体君は何を考え、そして今どこに。君は私を信じ、指輪を託してくれると思っていた。ハインドラとランダル、そしてオイスは三国で同盟を結び、アードラの覇権を握る。だが
ジェーダン様は我らを祝福してくださらなかった。しかって言うが、私は今でもルティアル、君を愛している。これからもそれは変わらない。でも私はジェーダン様の元を離れることはできないのだ。今でも夢に出てきて私を苦しめるあの光景、リケロスに囚われていた汚らわしい過去が私の魂を蝕んでいく。あれは地獄の日々だった。私は夜が更けると一人牢から引きずり出され、リケロス王のもとへ連行された。時には貴族どもから笑い者にされ、時にはリケロス王と共に夜を過ごさねばならなかった。一体何度死のうと思ったことか。でも私には死ぬ勇気さえなかった。同じように投獄されていた二人、ジェーダン様からは励まされ、ガーンズバックには慰められた。その二人の温かさがあったから、私は生き恥をさらしながらもずっと耐えてきた。やがてランダルがリケロスに反旗を翻した。ジェーダン様は牢を破れと、密かに手に入れた銃でリケロス兵を皆殺しにした。私とガーンズバックもジェーダン様によって解放された。だが私は恐ろしくて戦えなかった。もしもこの反乱が鎮圧されてしまったら、きっとこれまで以上に屈辱的な夜を過ごすことになるのだろう。私は正気を失う寸前だった。だらしなく失禁した。それでもそんな汚らしい私を、自らの作った小便の水たまりに震えながら立つだけの私を、ジェーダン様は心配するなと抱きしめて勇気づけてくださった。嫌な顔一つせず、闇に飲み込まれそうな私の手を握り、光の中へと導いてくださった。それで決めたのだ。私の生きるべき場所はここだと。ジェーダン様の庇護の下でしか私は生きてゆけないのだと。オベロン様。ガーンズバックか。兵の様子はどうだ。準備は整っております。そうか。では行くとしよう。オベロン様、本当によろしいのですか。お前もよくわかっているだろう。共に囚われていた身だ。私はジェーダン様に生かされている存在なのだ。オベロン様、行こう。いたぞ、ガーベルだ。見つけたか。オベロンか。久しぶりだな。ルティアルは。ルティアル。悪いが、ここにいるのは俺一人だ。では指輪は。あの女が俺に指輪を託すと思うか。ならばなぜ逃げた。指輪を受け取れなかったと報告すればよいではないか。なんで俺がそんなことしなくちゃならないんだ。なんだと。ルティアルを救うため、お前らは俺を捨て駒にした。そうだ、違うとは言わせないぜ。
だからお前らを逆に利用させてもらった。私たちを利用？そう、ハインドラをおびき出しランダルを孤立させる。あんたバカじゃないの？いかにオウィスにリオニスやホルンが加わろうと、それが何だというのだ。ランダルを甘く見すぎだな。ルーティアルに奥の手があったとしたら、どういうことだ。お主のその策にルーティアルも乗ったと申すか。あんた、なんか勘違いしてないか。この絵図を描いてるのは俺じゃないぜ。まさかルーティアルか。ありえぬ話だ。彼女は策を弄することを嫌い、全てにおいて。ルーティアルがルーティアルならばそうかもしれないが、どういうことだ。俺の役目はこれでおしまい。あとはあんたらで勝手にやってくれ。そうはいかぬ。武器商人ギルドには何度も煮え湯を飲まされたとジェーダン様もご立腹だ。貴様を捕らえ裁きの場へと突き出す。そうはさせぬ。教会が俺の力になるのがここにいると聞いた。まさか教会とは。あんたらランダルどもを襲撃するのかと思ってたぞ。やはり教会が武器商人ギルドを牛耳っていたわけか。勘違いしてもらっては困る。虐げられしイーザグのため、彼らの人権を守るためこうして活動しているに過ぎない。ざれ言を。レズニックよ、ジェーダン様に伝えよ。ガーブルに教会の勢力が加担していると。そうはさせません。教会の僧兵ごときに。一体どこからこんなにたくさんの僧兵を。このままではいずれそうなる前に敵の指揮官祈りを倒すしかあるまい。はい、私がおとりになります。その隙にどうかやつを。おやおや、そんな必要はありませんね。この声、サーダリン、お主までここに。オベロン殿、いずれあなたとはお話をしたいと思っていましたよ。話だと？ええ、あなたとルティアル姫の婚礼を祝福しようとしている立場ですから。オベロン様、こやつの言葉に乗せられてはなりません。これは手厳しい。せっかくルティアル姫を助ける方法をお教えしようと思っていたのですが。ルティアルを助ける方法？たった一つだけあります。それはランダルとの同盟を解消すること。話にならんな。良いのですか？ランダルはあなた方ハインドラをいずれ飲み込むでしょう。そう、これはもはや避けられぬ運命となりつつあります。ジェーダンはオベロン、あなたから全てを奪おうとしているのです。大切な妹を、手塩にかけ育てた舞台を、
併合により国を飲み込み、さらには尊き竜の血筋さえも。あなたはなぜ全てをジェイダンに差し出すのです？お主には分からぬこと。ほう。即刻立ち去れ。さもなくば切る。総兵どもめ、一体何人いるのだ？キリがないな、このままでは。私を信奉する者たちが各地から続々と集結しています。ですが絶望することはありません。クリスタルの輝きはあなた方を照らすことでしょう。ふざけるな！貴様の軍門になどくだらぬ！あなたは何か勘違いをしているのではありませんか？私はオベロン殿とルティアル姫を祝福する立場だと申し上げたはず。そして我らの戦うべき共通の敵はランダルのジェイダン。黙れ。わかりました。ここは引きましょう。いいのかよ。ええ。さあオベロン殿、今ならまだ間に合います。ルティアル姫を、愛する人を救うのです。オベロン様、なぜサーダリーはここで引いた？我が方の数倍の総兵たち、このまま戦を続ければ壊滅させられぬまでも手痛い損害を被っていただろう。なのになぜ？オベロン様、時間がありません。我らも早くオビス城へ。ああ、そうしよう。どういうことだ？何がですか？あのまま戦を続ければ少なくとも仮説六人の一角を崩すことはできた。どうせオベロンはジェイダンに逆らえない、裏切れない。だから。そうでしょうか。実際にオベロンと顔を合わせ、この男は戦うのではなく利用すべきと感じました。利用できるのか。さあどうでしょうかね。私は種をまいただけですよ。待てよ。どこへ？オイス城ですよ。何のために？オベロンがどう動くのか、それを見届けようと思います。本当に奴がジェイダンを裏切ると思ってるのか？いいえ、先ほど申し上げましたように、私は種をまいたばかり。オベロンがジェイダンに反旗を翻すとしても、まだまだ先の話でしょう。あなたも一緒に来ますか？いや、遠慮しておく。そうですか。ではまたいずれ。結局サーダリーもルティアルの手のひらに乗ったということか。となればここはしばらく姿を隠しておく。
ムーア殿、どちらへ？アライア様にお会いしたい。アライア様は現在。構わないわ。どうかしたの？お耳に入れたいことが。いいわ、私の部屋へ。ハインドラがランダルに反旗を翻した。それは本当なの？はい、それでガーンズバックからアライア様にお伝えするようにと。御身の安全のためハインドラへの帰還を。いえ、ここに残るわ。そうおっしゃると思っておりました。この城を奪うことが兄上の勝利につながる。へえ、面白いことになったわね。マリアル様にご報告し、豪華勢を集める。ようやく私たちも城を持てる身分になるわけね。